いじめっ子を成敗するという大義名分で振るわれるいじめは許されるのか。本当に悪いのは誰なのか。今回ご案内するのは、そんないじめにまつわる作品です。皆さん本日もお疲れ様でした。あらすじラジオ Q です。3月になりました。お家で過ごす時間が長いせいか、月日が過ぎ去るの早いですね。僕は今月も一度映画館に足を運ぼうと思ってまして、今作品吟味してる最中です。楽しみってことでね、前置きはこのぐらいにしまして、今回は傷だらけの悪魔を紹介します。田舎の高校に転校してきた笠井舞、そこで中学時代にいじめていた篠乃と再会します。そのことをクラスメイトにバラされた舞は、転校初日からいじめのターゲットにされてしまいました。しかし孤独だけど地獄じゃない、決意を胸に舞の反撃が始まるというね、いじめからの反撃と、前にあらすじ紹介したミスミソに近いものを感じさせますが、こちらの方が設定はライトです。いろいろといじめについて考えを巡らせることができる作品になってますんで、親子で見てもいいんじゃないかななんていうふうに思いました。それでは今回もネタバレは避けて、前半3分の1部分のあらすじを紹介していきます。まずは簡単に概要から紹介していきます。原作は住川ボルボックスさんの漫画傷だらけの悪魔、漫画アプリコミコで現在も連載中。本作は同漫画アプリ初の実写化映画だそうです。監督は山岸サンタさん、映像ディレクターとして主にミュージックビデオの制作を担当してらっしゃるようです。キャストはご覧の通りです。足立梨花さん主演、僕あのバラエティタレントってイメージだったんですが、お芝居大変素晴らしかったです。それではあらすじの紹介に入っていきましょう。東京から田舎に引っ越してきた笠井舞は高校1年生。新しい環境にスムーズに馴染むため、明るかった髪を黒く染め直し、来たる登校初日、今日から新しい現実が始まる。職員室で担任と軽い挨拶をしていると、一人の生徒が入ってきた。小田切志乃。同じ東京から引っ越してきた生徒ということで、舞の案内係をしてくれるらしい。よろしくね。愛想よく挨拶をする舞に対して、志乃は直立不動のまま、じっと舞から視線を外さなかった。担任から促され、はっと我に返ったように挨拶を返す。なんだろう。一瞬戸惑いながらも、舞は篠について歩き、校内を見て歩くことになった。それから舞はクラスメートの前での形式的な挨拶をこなし、冷静にクラスの雰囲気を感じ取る。そこそこ無難に、これが舞の信条だ。早めに自分の居場所を確保して、そこそこの位置でそこそこの3年間を過ごしたいと思っていた。するとまた一人の生徒から話しかけられた。キャバ嬢のような巻き髪が特徴の藤塚ユリア。明らかにバカ丸出しだが、どうやらクラスのトップはこいつだ。舞は直感した。かわいいね、髪。心とは真逆のことを言う。居場所を確保するための嘘は、そこそこ無難に生きるための術だ。お世辞と知らず、ユリアは舞い上がる。ここね、舞いい顔してんだよね。もうバカすぎて引いてんのよ。とはいえ、このグループに属せば楽に過ごせる。そう思って話を合わせていた、その時だった。案内係をしてくれた篠が教室の隅で急に泣き出した。何事かと皆の視線が集まる。すると、私、中学の時、笠井さんたちにいじめられてたの。そう言うと、泣きじゃくりながら教室を飛び出した。クラスの空気が凍った。篠に集まっていた視線は今度は舞に注がれる。何？一体どういうこと？混乱したまま後を追って教室を飛び出す。改めて篠の顔を見た舞は思い出した。中学時代、篠と舞は確かにクラスメートであり、いじめのターゲットでもあった。しかし舞はそのことに一切の罪悪感を感じていなかった。なぜなら篠をいじめていたのは同じグループの女子であって、直接手を出したことは一度もなかったからだ。
いじめは知ってる。でも私はやってない。でもそれは加害者の身勝手な理屈。志乃からしたら安全な場所から眺めて無関係なふりをしていた舞は、直接の加害者よりも憎い存在だったのかもしれない。あんたの仲間はここにはいないよ。そこそこ無難に、その思惑は転校初日にして崩れ去ってしまった。翌日、すでに舞の居場所はなくなっていた。昨日あんなことがあったから仕方がない、ほとぼりが冷めるまでおとなしくしていよう、そう思っていたら突然頭から水をぶっかけられた。はっと立ち上がって振り返ると、知らない顔、名取静香。昨日はいなかった生徒だ。舞の顔を睨みつける静香は、いじめたことを志乃に謝れという。顔も知らない奴に突然水をぶっかけられ、何かと思えば謝れと。ふざけるな。ムッとして教室を出ていこうとする前に静香は食い下がる。その時、勢いよく閉めた扉が静香の指を挟んだ。いた、しまった。そう思った時にはもう遅かった。もちろんわざとじゃない。すぐに謝ったが、前に注がれたクラスメートたちの視線はさらに冷たいものになっていた。視界の隅では志乃がこちらを見て薄ら笑いを浮かべていた。陰湿ないじめが始まった。教科書は破り捨てられ、机には死ねの文字、顔にペンキを塗りたくられ、倉庫に閉じ込められ、味方は誰一人としていない。立場が危うくなることを恐れた担任は見て見ぬふり、ターゲットにされたくないクラスメイトは黙って下を向く。でも舞の心は折れなかった。あいつらはいわばイワシだ。はみ出すことを恐れて群れの中でしか生きられない。自分の意見を持たず群れから外れることを悪と信じて疑わない。クソだなマジで。私は人間だ、イワシとは違う。絶対に潰されない。舞は反撃の準備を開始する。さあ、いかがだったでしょうか。ここから個人的な感想を紹介していきます。僕はシンプルにこの作品好きでした。サスペンス系が好きだから、いじめのシーンってたびたび目にするんだけど、基本的に一方的なんだよね。過去に扱った作品で言えば、例えば藤子とか大将とかだから、こうもやっとするんだけど、これバッチリ反撃するんで、気持ちがマイナスになりきらなかった。僕癖なんだけど、これからやばいことが起きるぞって分かった瞬間に心臓がバクバクってなって、映画をね止めちゃうんだよね。感情入りすぎてね、呼吸整えないと見れなくなっちゃうの。でもこれやられっぱなしじゃないし、主人公がなかなか魅力的ってのもあったから、スムーズに見れた。いじめものだけどヘビーすぎない。でストーリー自体とってもシンプルだから、見ながらいろんなことを考えることができるんですよ。あのシーンごとに自分だったらどうするかなとかね、いじめってやっぱこうやって起きんじゃないかなとかね。でそうやって浮かんだ感想も、あの映画の感想として上乗せされるから、すっごいいろいろ喋りたくなる。だからいつもよりもね、2割増しで早口になってます今で。ここから僕の持論なんだけど、いじめって田舎の方が起こりやすいって思ってるの僕はね。いじめの原因って、いじめるやつが抱えている不満やストレスが形になったもので、それを弱者に向けることで発散してるんだと思ってるの。要するに、いじめってするやつからしたら娯楽感覚だと思うのね。今言っててすごく気分悪いんだけど、田舎の方が個人の居場所立場って微妙なのね。で田舎の方がストレスを発散する手段に乏しい。都会と違った種類のストレスがかかって発散する手段が乏しいって思ってた。でこれ見てさらにそう思った。もっといろいろ言いたいんだけどね、これはいつかもし生配信とかできたら、こういう話題扱いたいなと思いました。はい、次、最後に舞が選んだ反撃の手段。もし僕が同じ立場になったらどうするかって、大人の頭で考えた時に最も現実的かなっていう思う手段が取られてました。味方のいないクラス、見て見ぬふりする担任、学校っていう小さくて閉鎖的な社会で起きた犯罪を解決するには、まあこれだよなって。問題はこういういじめられて視野が狭くなっている子に、どうやったらこの方法を伝えることができるかなっていう部分だと思うんですよね。舞は強かった。まあどっちみち味方がおらんきゃダメよね。さあ、その方法についてはその目で確かめてください。
さあ、そろそろお時間の方が近づいてまいりました。今回のあらすじを聞いて少しでも作品に興味を持てたら幸いです。傷だらけの悪魔、現在こちらの配信サービスで視聴することができます。概要欄に予告編と合わせて URL 記載しておきます。ぜひ視聴してみてください。それでは今回はここまでです。お相手は私 Q でした。僕からは以上。